はい、こんばんは。佐々木です。今回の動画はですね、全部で6項目のお話をさせていただくので、非常に長い動画になってるかと思います。で、今回お話しさせていただくのは、1つ目は頚椎ヘルニア。で、2つ目は腰部椎間板ヘルニア。これ腰のヘルニアですね。で、もう1つは、腰部脊椎分離症。要は腰の脊椎分離症。腰椎分離症とも言いますけども、その分離症の症状ですね。で、もう一つは自律神経失調症のような症状で、これは左の突発性難聴も一緒に絡んでる症状と、あとは蓄膿症と、最後はストレスと過労。これ女性ホルモンの影響で起こる症状という、この6つについてお話をさせていただきます。で、それぞれですね、この6つのお話のトップには、白い画面にね、そのタイトルのテロップを挟みますので、もしですね、そこまでこう飛ばしてね、見たいなと思う方は、そのテロップを頼りに、動画の方飛ばして見ていただけるといいかなというふうに思います。で、なぜ今回この6つの症状なのかというと、これ実際にですね、私が経験して悩まされた症状6つなわけですよ。今回はその外傷とか怪我の症状は入ってないんですよ。じゃなくて体調不良に関してですよ。この6つの症状に非常にこう悩まされた経験が私にもあるんですね。なので、私が経験した症状が、具体的に最初どういう不調から始まってどういうふうになったかというところと、自分なりに例えばこういうふうに改善していこうと思ってこういうふうにやったらばこうなったよというようなところをこの6つの症状を分けてですね、お話しさせていただきますので、もし頚椎ヘルニア、腰の腰部椎間板ヘルニア、脊椎分離症、自律神経失調症、蓄膿症、あとはストレスと過労というこのね、6つの症状に悩まされているよという方はですね、少しの参考にしかならないかもしれないですけども、ぜひですね、ご視聴いただけるとありがたいなというふうに思います。はい、それでは、誰も教えてくれない体ラボ、今日もスタートです。はい、改めまして、佐々木調整整体院長の佐々木です。今回はですね、オープニングでもお話ししましたけども、実際にですね、私が悩まされた6つの症状、不調ですね、そちらの方のお話をさせていただきます。私が実際に悩まされて、きた症状ですから、私のその経験上のお話と、自分ではこう、どういうふうなその改善策、だったりとかね、方法を取ったかというところをお話ししていきたいと思いますので、ぜひね、参考にしていただければなというふうに思います。一つ目は、頚椎ヘルニアですね。もう一つは腰で起こる腰部椎間板ヘルニア。あとはスポーツをしていた時に、脊椎分離症と呼ばれる症状、こちらにもかかっています。あとは、自律神経失調症に似たようなね、そういう症状ですね。これは左の突発性難聴、これも、複合して起こりました。で、あとは、蓄膿症ですね。これ鼻の症状ですよね。蓄膿症と、もう一つは、ストレスと過労によって、起こる女性ホルモンの影響で起こる症状。この6つについてお話をしていきます。一つ一つですね、タイトルのテロップが入りますので、もしですね、ご覧いただきたい項目まで進みたいという方はですね、オープニングでお話しした時間まで進めてですね、ご自分の症状と照らし合わせて、ご覧いただければなというふうに思います。はい、それではですね、まず最初の項目からスタートしてみます。はい、まずは頚椎ヘルニアですね。首で起こるヘルニアなんですけども、私の場合はですね、利き手の右手側に症状が起こりました。で、今現在もですね、この首の、骨と骨の間ですね、ここをこう、ちょっと角度を決めてですね、強めに触るとですね、ここにね、もうビリッと電気が走ったような激痛が走る、箇所があるんですが、当初ですね、最初私の場合はこの、この辺ですよね。脇の下から、この小指側、この辺になんかこう違和感というかね、こうサラサラしたような感じが出てきました。で、その後にですね、今度は、肩甲骨の内側というかね、中の方、要は肩甲骨の、なんていうのかな、こう、プラモデルみたいな感覚で考えると、肩甲骨をパカッと外して、その内側、要は中の方になんか変な違和感が出てくると。重だるいような、凝っているような、そんな感じの症状が起こってきたというふうになりました。で、その後ですね、ご飯を食べようとしたらばですね、その箸で握ったそのおかずをですね、ポロポロとこう落とすことが多くなったんですね。で、最終的には箸まで落としてしまうということも起こりました。で、その頃になるとですね、この鎖骨のこの前側のここですよね。ここにもですね、変な違和感とか、気持ち悪さっていうのが出てきてですね、なんか、吐き気、をちょっとこう催すような、感じというかですね、変な感覚が起こってきました。で、ちょっとこれはまずいなということで、それまでね、我慢して仕事をしていたんですけども、知ってるね、整形外科の先生のところに行ってですね、首のヘルニアかもしれないんで、検査してもらえますかと言ったらばですね、じゃあ、検査してみようということで、検査をしたらば、ドンピシャでした。首のね、頚椎ヘルニア、6番目、7番目の間だったかな。そこのヘルニアでですね、で、私の場合はもう仕事で利き手が使えないって言うとちょっとこれ不便ですから、私の場合はもうその先生にお願いして、ブロック注射打ってもらえないですかということをですね、お願いしたらば、その先生はですね、本当にブロック打つかというふうな確認をね、してくださる先生で、いや、もうこのままだと仕事ができないんで、なんとかもうお願いしますということで、打っていただきました。で、その後もですね、しばらく違和感とか、以前よりはですよ、だいぶ痛みとかそういうのは取れたんですけども、なんかね、まだしばらくね、その後、違和感だったりとか、ちょっと首をこう押したくなるようなね、なんか肩こりじゃないんですけどね、この肩と首の付け根のあたりに、変な重だるさがしばらく残ったと。で、その後はですね、私自身でもですね、首と肩甲骨のストレッチ、これをですね、普段よりも多めにやって、今現在はね、手はなんともないです。ただ、注射を打たれた箇所ですよ。ここが、まだですね、先ほど言ったように変な角度と力加減によって、触るとですね、すごいね、激痛が走ることがあるんです。で、これはですね、他でね、例えば首とか肩マッサージしてもらおうかなと思って行ってもですね、同じようにですね、激痛が走る場合があるので、あまりね、我慢してね、やってもらったりはするんですよ、マッサージとかもね。ただね、あんまりなんていうのかな、我慢できないときは言いますけども、触られるとね、もう足バタバタっとバタつかせるようなマッサージして、うつ伏せの状態でですよ、激痛でね、足バタバタしちゃうぐらいの痛みが出たりする場合があるので、私がですね、動画をご覧になっている方で、方へですね、ブロック注射はお勧めはしません。もうこれどうしてもしょうがないという場合にはこれ打っても致し方ないんでしょうけども、私はですね、交通事故とかでね、むち打ちに使うコルセットありますよね。それを勧めます。で、そちらをつけていただいて大体2週間ぐらいです。長くても。2週間ぐらい着用していただくとですね、症状は軽減して、いずれ消失していきます。自然治癒します。ですので、私は一番最優先にそこを勧めます。ただですね、見た目が良くないんですよ。皆さんやっぱりね、首に巻いてると周りからも心配されたりしますんで、それに関してはですね、我慢してもらうしかないんですよ。座ってる時、立ってる時、要は、背骨が床に対してですね、地面とか床に対して、90度に垂直に立ってる時、その時にはつけていただくと。で、寝る時はね、全然外してもらって構いません。で、あとは、長くても先ほど2週間と言いましたけども、2週間で一旦外してください。じゃないとですね、首の筋力も弱まりますし、首の角度もですね、おかしくなってきますから、その辺はですね、ちょっと気をつけていただきたいなと。十分ですね、2週間も経つとですね、症状がもう、とってもね、全然、症状そこまでひどくは出ないかと思いますので、2週間経ったらば、外していただくと。で、2週間経って外していただいて、まだ症状がひどいなという場合にはですね、首と肩甲骨のストレッチ、これを入念にね、繰り返していただいて、大体1週間後ぐらいにまたつけてもらうと。あまり持続してね、その1ヶ月も2ヶ月もってつけてもらうとですね、これ逆に首に良くないですから、これだけはちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。頸椎のヘルニアの場合っていうのは、この肩から自分の腕ですよね。人間の腕っていうのも結構な重量ありますから、例えば、黙って立ってる時なんかも腕の重みでですね、引っ張られてるわけですよ。それによってもですね、違和感とか痛みっていうのが出てきますから、もしね、なんかこう、肩甲骨の中の方、ちょっと表現難しいんですけど、中の方になんか違和感あるな、これコリかなと思っていたらば、だんだんこう、上腕からどんどんこう、痺れが出て、きてる、サラサラした感じが出てきたなというような感じだったりとか、もうその後こう鎖骨のあたりにね、違和感が出てきたと思ったらばですね、この首の頚椎ヘルニア、これを疑ってみていただくといいんじゃないかなというふうに思います。手術までは、よっぽどのことがない限りはですね、おすすめはしません。手術をしたからといって、これヘルニアの系統はですね、手術をしても再発はします。する可能性はあります。ですので、もともとある組織をこう切り取るということではなくてですね、できれば最優先は自然治癒、その後にブロック注射、で最後に手術という、こういう優先順位でね、私はお話をさせていただきますので、ぜひですね、参考にしてもらえればなというふうに思います。はい、次はですね、腰部椎間板ヘルニアです。先ほど首のヘルニアでしたけども、今回はこれ腰のヘルニアです。で、腰のヘルニアの場合はですね、皆さんよく、腰が痛いということで、整形外科に検査に行ってレントゲンを取ったらばヘルニアだと言われたというふうなお話をされる方いるんですけども、本来のですね、その椎間板ヘルニアご経験された患者さんはわかると思うんですが、せいぜいですね、ヘルニアの場合、腰痛が起こっても1週間程度なんですよ。そんなひどい腰痛じゃないんですよ。軽めの腰痛が出て、ああ、なんか腰が痛いなというのが大体1週間程度続いてですね、その1週間以上、まあ、要は1週間後からですよ。今度はお尻から足にかけての激痛が現れます。その時にはですね、腰の痛みというのはこれ消えてなくなるというふうに言われてるんですけども、これ消えてなくなってるわけではないと思うんです。おそらく、腰の痛みよりもお尻から下の激痛の方がひどいので、腰の痛みが、感じ取れてないというだけだとは思うんですけども、基本的には、お尻から下の激痛になります。で、まあ、一部のそのヘルニアを除いてはですよ、お辞儀をするようなこう、前傾姿勢取るとですね、もうお尻から下にビーンと痛みが走るというような感じでですね、こう、違和感というかね、激痛が出てくるというような症状なんですけども、一部ですね、骨盤のところで起きるヘルニアに関しては前傾姿勢の方が楽だというふうに言われていますので、もしですね、その角度によってですよ、例えばまあ30度までしかいけないよというような、30度未満の場合はもう椎間板ヘルニアかなというのを疑っていただくといいんですけども、先ほど言った骨盤のところでね、起こる一部ヘルニアは前傾姿勢の方が楽ですから、例えばこう伸びようとした時に、症状が現れると。要は狭窄症のようなね、症状が現れるというような感じのヘルニアもありますので、まずね、参考に、してもらうのはその、お尻から下に激痛が現れてるかどうかと。で、そのお尻から下に激痛が現れる1週間から10日前に腰痛が出ていなかったかどうかというところを考えていただきたいと。もう一つはですね、普段からこう座ってる姿勢が多くないかとかですよ。あとはその、重量物、重いものを持ってからなんか、違和感が出てきたんだよなとか、思い当たる節があるかないかというところをまずは疑っていただきたいと思います。で、先ほど言ったように多くの場合は腰が痛いというとね、ヘルニアと言われる場合もあると言いましたけども、本来はそれに関してはヘルニアではなくてですね、これは腰痛になります。急性腰痛の一つだというふうに思ってください。先ほど言ったようにヘルニアというのは腰で起こる場合はもうお尻から下に激痛が現れます。で、私の経験したヘルニアっていうのはですね、実はこれ左足がですね、ほぼ力が入んない状態で、一こう左足をこう踏み出して歩こうとするとですね、膝がカクンとこう折れ曲がってしまうと。で、数ヶ月、2ヶ月ぐらいだったかな、松葉杖を借りてですね、歩いてた経験もあります。で、なんて言ったらいいのかな、こう、気圧がよくね、下がってくると症状ひどくね、なったりっていうふうに言われたんですけども、雨が降るあたりですよね、雨が降る前。こう横になって寝ていてもですよ、腰から下がこう抜け落ちてるような感覚っていうんですかね、こう何かに引っ張られてるような感覚というか、そういう変なね、痛みとか違和感にね、こう悩まされたということと、あとは、左足に症状が起こってましたので、なかなか両方に起こるってことはこれありませんから、ほぼね、片方に、偏るんですけども、左のそのズボンの裾が、いつまでもね、こう、乾いていないんじゃないかと、濡れてるような感覚がずっと続くわけですよ。気持ち悪い感じですよね。不快感というかね。そういう感じにずっと悩まされてきて、この時はですね、ブロック注射は打ってないんですよ。で、実はその、学生の頃でしたので、大会うんぬんかんぬんもあったので、もう整形外科に行くとね、おそらく、腰にね、ベルトを巻いてこう、腰を引っ張る、牽引の治療とかですよ。あとは電気だとか、そういうのやられましたけども、あまりですね、正直思ったほど効果は見込めませんでした。1ヶ月、病院に通いました。通ったけどダメで、病院を変えて他にも1ヶ月ぐらい通いましたね。その間のその2ヶ月の松葉杖という感じだったんですけど、それでもダメで、針の先生がいいと言われてね、針に行ったんだけども、これも通ってもね、ちょっと症状がうまく消えてくれなかったということで、その時ですね、初めて今私がやってるね、この整体という分野に出会いまして、で、本当にね、たまたまいい先生にね、見ていただけたというのもあるんでしょうけども、大体ですね、3回から5回ぐらい行くとですね、だいぶ症状っていうのがこう、軽くなってきたなというようなイメージがあります。で、基本的にはね、もうその後はそこにしかね、その先生にしかお世話になってないんですけども、それでもね、十分きちんとこう、今現在もね、治ってます。で、私の場合はヘルニアが再発したってことはまずないのでですね、良かったかなというふうには思ってますけども、なかなかね、あれを経験するとですよ、こう、満足に動くこともできないんでね、もうね、二度と経験したくないなというような感じにはなるんですけど、ただ単に腰が痛いというのがヘルニアかと言われるとそうではなくて、急性腰痛だったりとか、ヘルニアの前兆症状だったりする場合もありますから、そこはですね、ちょっとこう注意をしながら、見守っていただきたいと。で、基本的にはですね、その座る姿勢が長くなったりとか、腰の部分、背中が丸くなってしまうと、これヘルニアになりやすいですから、できればですよ、お尻と太ももの前後、ここのストレッチっていうのはこれ入念に行っていただきたいと。で、私もね、実際それはやりました。あとはですね、お腹側ですよね。お腹側もきちんとこう伸ばすように。要はですね、正座をして後ろに寝っ転がるようなイメージです。姿勢としてはですよ。ただ、それをね、急激にやるとこれきつい方もいると思いますから、片足ずつでいいです。片足を正座するような感じで、ゆっくりこうね、手で支えながらこう後ろに倒れていって、なるべく下腹部ですよね。あそこも伸ばしていただきたいんですね。というのは、腰の筋肉っていうのは後ろだけではなくて、前側に、お腹側に来てる筋肉もあるわけですから、前も後ろも。これ腰も背中も、腰と背中一緒か。腰とお腹も。あとは、太ももの前後も。あとはお尻ですよね。ここを重点的に、ストレッチを毎日欠かさず行っていただきたいということと、あとは大きくゆっくりですね、腰をこう、足を肩幅より広めに開いていただいて、普通にね、回していただいてもいいんですけども、できれば骨盤の部分をこうゴムチューブかなんかでギュッとこうね、締めていただいて、その状態でこう、大きくゆっくり、右と左にこう回していただきたいと。こういう体操をぜひ行ってみていただきたいなというふうに思います。で、今現在はですね、整形外科の先生もですね、むやみにというとちょっと誤解招きますけども、手術をしない先生が増えてきました。というのは、首にしても腰にしてもですよ、椎間板ヘルニアというのはこれ自然治癒するというのが、今は分かっています。ですので、よほどのことがない限りは手術という選択肢はおそらく、与えられないと思いますので、きついですけどもね、自然治癒をまずは促していただきたいと。もちろん腰にもね、ブロック注射っていうのはありますけども、ブロックをね、多用するよりはですよ、できれば自然治癒、ストレッチをしながら自然にこう治していくというのが一番理想かなというふうに私は思います。はい、次はですね、脊椎分離症、腰部脊椎分離症、腰椎分離症とも言いますけども、これもね、学生の頃ですね、なったのは、腰のね、椎球と呼ばれる、要は、これ、腰の骨ですよ、腰の骨なんですけど、この脊椎骨の椎球と呼ばれる、この後ろの部分ですよね、この、要は、この部分。ここに要はこういう部分に亀裂というかね、こう線が入ったり、ここに線が入ったりというふうになる症状、成長期にね非常に多いような症状ではあるんですけども、これがね例えばその、レントゲンとかね、撮った時にこう線が入ってるよというところで止まっていてくれればいいんですけども、これが、もうとどめ刺されてしまうと最終的には疲労骨折というふうになります。で、今現在ですね、この脊椎分離によって、例えばその最終的なその疲労骨折を招いてしまうとですね、これは治るということはないというふうに言われています。要はくっつくことはないというふうに言われてますけども、どうしても成長過程においてですね、お子さんの体の骨っていうのは大人よりもね、100個ちょっと多いわけです、子供の方がね。で隣同士だったり上下の骨、細かい骨が、徐々にこう一つにくっついて大きな骨となって大人の体に向かっていくと、これが成長期と呼ばれる時期なんですけども、その時にですね形成不全だったりとか、そういうのが、何らかの原因でね起こってしまうと、こういうふうな症状が起こってしまったりとか、あとは、過度にですね腰を反らす動きですよね、この子供の時にですね、そのまだ骨が決まってない状態で、要は後方に体を反らす動きを頻繁に行うとですね、この分離症というのが引き起こされやすいというふうに言われています。例えばですね目安としてはですよ、よく徒手検査という方法でね、確認したりする場合もありますけども、腰にね手を当てていただいて、片足を上げて後ろに反らすと、これは誰か後ろで支えてなきゃいけないですけども、骨盤のところをこう押さえてね支えてあげて後ろに反らせるという時に、片足ずつ上げて、片足上げた状態で反るんですけども、分離症の場合はですね、その右か左、どちらで起こっているかによって、その起こっている方の足を上げた時に、後方に沿って痛みが起こるというような特徴があります。ですので、例えばそこをですね目安にしていただいて、例えば何かにこうね、支えてもらいながらですよ、片足上げてこう後ろに反った時に片方は痛くないんだけど、もう片方、反対の方を上げた時は痛みが出るという場合にはですね、ぜひこれ一度整形外科でねレントゲンを取ればすぐ分かりますので、分離症になってないかどうかという確認をしていただくといいかと思います。でこの分離症はですね、腰を先ほど反らす動きっていうのはこれダメですよって言いましたけども、腰を反らす動きを続けるとですね、これ疲労骨折招いてしまう可能性が出てきます。対処方法としてはですね、よくね生ゴムでできたベルト、マジックテープ式のですよ、ギュッと締めるベルトがあるんですけど、コルセットではないですよ、生ゴムのただのまっすぐなねストレートのベルトがあるんですけど、それで、その痛む、要は症状が出てる部分の、骨のところをギュッとお腹側で止めて圧迫してもらうというような感じにはなるんですけども、先ほど言ったその後方に反らさないような体操ですね、例えばお辞儀をする方向の体操、例えば、前屈をやったりとか、あとは、仰向けに寝て、膝を片方ずつでいいですからぎゅーっと抱えてお尻を伸ばしてもらうストレッチとか、そういうのを行った上でですね、こうやっていくとですね、意外と、スポーツもねうまく付き合っていくことができます。実際にですね、ここに来られたお子さんでですね、バレーボールやってた女の子がいるんですけども、いつだったかな、小学校の時だったかな、その分離症という診断を受けてですね、もうある意味ねそのチームのエースだったわけですけども、親御さんも悩んでねどうしようと言ったんですけども、十分ですねそのきちんとした対処方法さえ分かれば、十分うまく付き合いながらスポーツを続けていくことは全然できる症状です。で、そのストレッチだったりとかね、こういう動きはちょっと極力控えましょうと。あと着地の時ですね、バレーボールなんかは片足着地になるとですね、膝ももちろん痛めるんですけど、この分離症も悪化していく可能性があるので、そこのフォームのチェックだったりとか、そういうのをねしていただいて、その子はですね、高校までバレーを続けました。で、分離症もね、幸い悪化することもなくですよ、最後までやりきることができたというような感じになってます。ですので、分離症だからといってですね、そのスポーツがすぐできなくなるということではなくて、うまく付き合いさえすればですよ、きちんと、対処さえすればスポーツもやっていけますので、そこはですね、お近くの先生にご相談いただければなというふうに思います。でちなみに、もし最終的なその疲労骨折起きた場合は、一時的ですけども腰の痛みが消えるというふうに言われています。ただ、これがね、年できてですね、筋肉がこう弱まってきた時に今度は滑り症とかですよ、いろんなその他の症状に変わっていく可能性がありますので、なるべくですね、その疲労骨折はまあ起こさないように、していった方がいいんじゃないかなというふうには思います。はい、ということで4番目、自律神経失調症要症状と、まあ、要は自律神経失調症に似た症状ですよということで、これね、実際ちょっと私もですね、かなり悩まされた、経験があります。で、この時にはですね、まあ、左耳がですね、最初夜寝る時にこう枕にね、耳をつけてると、すごいこう騒音が鳴ってるような感じなんですよ。ノイズというかね、こう、ザーッというね、音が鳴ってるような感じがするということで、夜なかなかこう寝つくことができないなと言って、まあ、睡眠不足ですよね。なので、まあね、そういう体調の時にですよ、睡眠不足がこう続くとですね、余計症状って悪化していくんですね。で、この自律神経失調症っていうのが、まあ、定義としてはですよ、複数の不調が一度にこう起こるというふうに言われていますので、私の場合はですね、その突発性難聴、左の突発性難聴ですね。あとは、朝起きても倦怠感とかやる気が起きないとかね。あとは頭痛ですよね、片頭痛。かなというのが起こりました。で、朝起きてもですね、もうね、体の調子がおかしいとかね、もう気分も全然優れないということで、これがですね、長くどんどん続いていってしまうと、いろんな症状がね、体に不調がこう現れてきて、最終的には、例えばそのうつ症状だったりとかね、そういうのにこうつながってくる可能性っていうのがあるんですけども、先ほど言ったように、複数の症状が絡んで出てきてしまうので、例えば、さっき言ったその睡眠不足ですよね、こういうものも引き金となって別な症状に変わっていくということもあるので、もう悪循環にこう陥りやすい、症状はあるんですね。ただ、私の場合は幸いだったのは、その左の突発性難聴に関しては、すぐね、気づいて耳鼻科さんの方にね、相談に行って、そこはまあ早かったので良かったんですけど、その後ですよね、幸い私の場合がその、多趣味な人間なので、しばらくちょっとこう、お仕事ね、休んだ時期もありましたけども、気晴らしに行こうっていうことでね、釣り、渓流釣りですよね。そういうものとか、ちょっとね、そういうめまいとかね、例えばその頭痛が起きてる時に川に行くのはちょっと危ないですから、あれですけど、例えばその綺麗な景色見に行くとか、昔からね、その写真撮るのも好きでしたから、そういう風にね、やってったらば、非常にね、こう、体の調子が回復してきたというのがありました。ただですね、これ1週間、2週間でどうこうっていうことではなかったんですね。私も、2ヶ月くらいはね、調子戻るまでかかりましたけども、ただですね、好きなことにこう、没頭し始めるとですよ、例えばそれがこう、何日も何週間もずっと続いていくと、意外とですね、その不調っていうのがこう、徐々に、まあ気にならなくなってきてるのか、弱まってきてるのかというような感じになってきてですね、最終的にはもう症状は消えてなくなりましたけども、非常にね、辛かった記憶があります。で、頭痛もですね、もうね、なんていうんですか、こう、もうこめかみズッキンね、もうこう、血管破裂するんじゃないかっていうような、こう、ドクンっていうね、痛みがあって、頭痛薬なんかも飲んでましたけども、どうしてもね、私胃が弱いんですよ、消化器が。昔から。なのでね、薬の飲みすぎて、今度胃が痛くなってしまって、今度食欲もないとかね、吐き気がするとか、そういう症状まで出てきてしまったので、私の場合は薬をやめて、まあね、頭を下げてこう症状がひどくなるような頭痛だったもんですから、首のあたりだったりとか、その後頭部とかですよ、そこをですね、こう、保冷剤でね、冷やすようにしながら、対処していったというような感じにはなりました。でね、やっぱりその趣味の多い方っていうのはなかなかね、そういう症状にはなりにくいと思うんですね。で、非常に多くやっぱり考えられるものとしては、例えばですよ、こう体調が悪くなりました。で、どなたでもやっぱりそれ気になることは気になると思うんですよ。でも病院に行ったらば特に異常ないよと、異常ないって言われると今度は今だったらインターネットですよね。昔は本とかね、そういういろんな記事を見てこう、自分で調べるというような感じになるんですけど、調べるとですよ、例えば、めまいがする、頭痛がするっていうとですね、例えばその片頭痛だったりとか、自律神経失調、これも出てきます。あとは、脳の症状という記事も出てきます。その他に、ストレス性の症状だったりとかね、いろんなその記事が今インターネット上には複数あるわけですよ。それを細かいところまでこう読んでね、何個も何個も調べてってやってるうちに今度それがストレスになっていくので、それもちょっと問題なんですね。なので、確かに分かるんですよ。不調を抱えてる方っていうのは早く治したいがゆえにやっぱり調べたい方いるんですよね。だけども、調べていろんな症状をこう見ていった中で、だんだんね、その記事、もしかしたらこういう症状だったんじゃないか、この症状なんじゃないかっていうのがどんどんストレスになってくるので、そうなるぐらいであれば自分の好きなことに没頭する時間をね、作っていただきたいなというふうに思います。非常にね、その、原因がよく特定できないような症状ではあるんですけども、必ず改善します。先日ね、行われたWBC のね、侍ジャパンの皆さん、本当にね、優勝おめでとうございます。お疲れ様でした。ね、試合を見てるとね、最後までその、諦めないという選手の姿勢をね、本当に私もこの年になって、改めて勉強させていただいたなというふうに思ったんですけども、やっぱりね、どんな症状でも最後まで諦めないと、必ず治るんだというふうにね、こう信じて、いろんなことをこう、やってみると。いうことが必要になってくると思います。こういうふうに診断されて、もうこれは不定収素だから、きちんとした治療法はありませんよと言われたからといって、もう自分は治らないんだ、ダメなんだということではなくて、何か突破口があるはずだというふうにですね、考えて、今までやったことがないことをどんどんやっていくということも必要になってくることがありますので、その辺もぜひ考えて参考にしてみてください。はい、今度は蓄膿症ですね。蓄膿症。これもね、非常に悩まされました。悩まされたというか、まあ、治すまではそんなでもなかったんですけど、その蓄膿じゃないかって判断するまでが時間がかかりました。どうしてもね、自分も初めてだったもんですから、最初はなんかこう、頭が痛いんじゃなくて重いなという感じだったんですけども、ちょうどね、私がなった時期が、本当に夏の真っ最中だったんですけど、なんて表現したらいいんですかね、こう、前頭部、要はこの部分ですよ。と、あと鼻のこの部分ですね。お風呂で、のぼせているような感覚っていうのがずっと続くわけですよ。で、特にこう、下を向くと、もうね、こう、のぼせているような、感じというか、そういう感覚が起こってですね、いやー、これはおかしいということで、いろいろこう考えたんですけども、でも、頭痛が起きてるわけじゃないと。何なんだろう、この症状は、ということで、その前にね、自律神経失調症のような症状やってますから、もう、それもよぎったわけですよ、脳裏をね。だけども、あれ、ちょっと待ってよと。最近そういえば、鼻を噛むとですね、こう海のようなね、色の、まあ、ちょっとこうドロッとした黄色っぽかったり、こう濃い緑色っていう場合もありますけども、そういう鼻水みたいなのがこう出てくるなと。で、いくら噛んでもなんか奥からどんどん出てくるなというような、ことがありまして、これもしかしたら鼻かと思いながらですね、こう夜仰向けに寝ると今度は、鼻と、上顎の喉の付け根のとこ、なんて表現したらいいのかな。そこになんかこう、何かがつっかえてるようなというかね、こう何かがこう落ちてきそうな感じの感覚っていうのがあって、いや、これはちょっとまずいなということで、耳鼻科さんに行きました。で、そうしたらばですね、まあ、検査をしたらば、まあ、やはり蓄膿症になってたということで、まあ、内服薬、要は飲み薬ですよね。と、あとは、これ実際の名前出してもいいのかな、点鼻薬か。ね、こう、鼻にシュッとやるのがありましたけども、それもいただきましたけども、まずね、それで症状が治ったと。でね、もうこの辺の不快感というのも消えましたというような感じだったんですけども、飲み薬に関してはこれいいとは思うんですよ。その、蓄膿の場合はですよ、膿を止めるだったりとかね、炎症、抗炎症作用の薬、これはいいと思うんですけども、私個人としてはですね、最近これ耳鼻科の先生でも警鐘を鳴らしてる先生いますけども、スプレーね、あれはちょっとあまり勧めたくはないかなと。おすすめできないかなというふうに思います。そのステロイド入ってる入ってないに関わらずですよ。あれね、鼻水は確かに出なくなるんですよ。ただ、鼻の中がですね、非常にこう乾燥したような感じで、今度痛みが出てくることがあるんですね。なので、あれはおそらくね、鼻の粘膜をね、痛めてしまう可能性があると思うんですね。なので、飲み薬に関してはこれいいと思うんですけど、スプレーですよ。点鼻薬。点鼻薬はちょっとあまりお勧めできないかなというふうには思うので、その辺をちょっとこう参考にしてもらいたいと。あとはですね、目と目の間というかね、この部分ですよ。ここを、タオルにくるんだね、保冷剤とかでこう冷やしていただくと、少しこう楽になったりとかしますので、それもちょっと試していただきたいなという部分と、あとはですね、実際これとあるですね、これ、岩手の歯医者さんではないですよ。私の知人が勤めてた歯医者さんで実際あったんですけども、上の奥歯が、ぐーっとこう押されて、こう、違和感とか痛みがあるような感じがして、歯医者さんに相談に行ったらば、特に虫歯にもなってないということで、それでもこう、症状が収まらないからっていうので、抜歯されたそうなんですよ。歯抜かれたそうなんですよ。だけども、それでもその奥の歯茎の方の感覚っていうのが変わらなくて、いざね、耳鼻科に行ってみたら蓄膿症だったという方が実際いるわけです。これ実例ですからね、作り話じゃなくて。そういう場合もあったんですよ。で、非常にこう奥歯が押されるという感覚だったりとか、この頬骨ですよね、ここを押すと痛いとか、先ほど私が言ったようにこの前頭部がのぼせてるような症状になったりとか、あとはこう仰向けに寝た時にこうなんかがこうね、喉の方に落ちてきそうな感じだったりとかね。あとはお酒、お風呂、とかですよ。血行が良くなったり体を温めようとするとですね、非常に鼻が詰まるというような感じで、不調に悩んでいる方はですね、一旦この、副鼻腔炎だったりとか蓄膿症、ここをですね、疑って、いただければいいのかなというふうに思います。市販薬もね、今ありますよね。蓄膿症用の市販薬ありますけども、市販薬は、ダメとは言わないですけど、それだったらば耳鼻科さんに行って薬いただいてきた方が治りは早いと思いますので、その辺はね、せっかくそういう時のためにその、保険の医療っていうのがあるわけですから、それを利用してですね、きちんと、最終的に治るところまで、治療した方がいいと思いますので、市販薬でね、もう病院行くのめんどくさいから市販薬で済まそうということではなくてですよ、きちんとそういうふうに病院に行ってですね、適切な薬をもらって、飲んだ方がいいかというふうには思います。はい、最後、6項目目ですね。ストレスと過労ということで、これは私の場合なんですけど、私の場合は、女性ホルモンの影響というふうに言われました。男女ともですね、男性は女性に比べれば少量ですけども、いずれにしても男女ともですね、女性ホルモンというのがあります。もちろん男性ホルモンが女性にもあります。で、この女性ホルモンがですね、非常になんていうんですかね、こう、ちょっとバランスを崩してしまうとですね、こう乱れてしまうと、体にはですね、非常に多くの不調というのが現れます。で、女性ホルモンの、バランスがちょっと崩れただけで、不定臭素と呼ばれるような症状が起こってきますので、これね、男性の方もちょっと注意が必要になるんですけど、よくね、ストレスと過労っていうね、テレビドラマでよくありますよね。誰かがバタンと突然倒れて病院に運ばれたら、過労ですねとか、ね、言われるパターンありますけど、まさにああいう感じですよ。まあ、私の場合倒れたわけではないんですけど、右目が開かなくなったんですよ。閉じたまま。開かなくなっちゃって。まあ、これ痛みでなのかわかんないんですけど、もうね、右目を開けられない、激しい右側の頭痛、と、あとは吐き気っていうのが出てきて、でね、いやー参ったなと思ってるうちに今度は立っていられなくなるわけですよ。もううずくまってるしかないんですね。下にしゃがみ込んで。多分そこを通り越すとこう、倒れるというふうになるかと思うんですけども、まあ私の場合はその、倒れる前にですね、身内に医療関係者とかね、看護師とかもいるわけで、病院の先生にね、連絡を取っていただいて、ちょっと時間中途半端だったんですけど、先生待っててくれるということだったんで、急いでですね、仕事を閉めてですよ。今、ここの場所ですけど、この場所を閉めて、で、午後の予約の方には本当に申し訳ないですという理由を話してですね、予約の日を変えていただいて、で、帰ろうとしたのがですね、ここの館内のスタッフに救急車呼びますよと言われましたけども、恥ずかしいからやめてくれということでね、そんなに大げさにしないでくれというふうな話をしたんですけど、皆さんは救急車で行ってくださいね。私の場合は自分で右目閉じたまま車を運転してきましたよ。病院までね。しかもマニュアル車です。もうね、遠近感はつかめないし、これ事故とかを起こすと危ないですから、皆さんはぜひ救急車を呼んで搬送していただいてください。で、いざ病院に着いたらばですね、もう診察の時間はその日終わってましたから、誰もね、患者さんがいないという状況で、私がまあ着いたわけですけど、もう車から降りたら立てないわけですよ。で、四つん這いのまま、病院にこう、張って行ったらば、自動ドアのところにいた警備員さんが肩を貸してくれてですね、そのまま病室のベッドに連れて行ってくれたと。で、最初はですね、こめかみのあたりとですね、耳下腺、耳のところと、あとは顎のところだったかな、注射3本打たれました。すぐにその痛み止めてやるからということで、注射打たれたんですけども、それでも痛みが止まらなくて、今度は点滴を打って、ちょっと15分ぐらい様子見ようということで、手の甲にですね、点滴を、入れてもらったんですけども、15分待てるかなっていう感じでこう考えてね、もう痛いなと思って待ってたらば、なんかだんだん今度手首の方が痛くなってきて、見たらばですね、ちょっと血管外れてたわけですよ、針が。なので、ナースコールで、看護師さんにちょっと針を刺し直してもらったと。で、手首ね、思いっきり腫れちゃいましたけど、そこまで気づかないんですよ、もうこっちの痛みでいっぱいいっぱいでね。で、そうなって、で、それでも治らないと言ったらば、その先生がですね、いやー、ちょっとこれあれだなということで、試しにちょっと薬これ一つ飲んでみようかということで、渡された薬を飲んだらば、5分経つか経たないかで、右目がスッと開いて痛みが止まってですね、症状が回復したと。で、この薬を飲んで効くっていうことは、珍しいぞ男ではっていうふうにその先生に言われたんですけど、なぜですかという話をね、したらば、女性ホルモンの影響で、起こってる症状だと。要は早い話、ストレスと過労だなと。過労とストレスだなというふうに言われて、で、ストレスとか過労とか、最近、こう、極度に感じることなかったかというふうにね、聞き返されたんですけど、あって当たり前なんですよ。ちょうど開業した1年目です。3ヶ月目でしたね、開業してから。震災の日に開業してるんで、もうね、震災の日に開業して、患者さんは誰も来ない。うちのね、3姉妹のうちの3番目は生まれてまだ4ヶ月しか経ってね、どうやって養っていこう。いやー、参ったな、というような感じで、その年はですね、一度もですね、その、3ヶ月、4ヶ月はね、もう休む間もなくですよ。定休日も今まで通りなかったですから、定休日がない状態で休みなしで朝から晩までもここにいて、誰かが来た時のために、いようとか、あとは、来た人にこう顔を覚えてもらおうとかね、一生懸命にやってたのを覚えてるんですけど、もうそれがね、こう、ちょうど3ヶ月目、4ヶ月目だったかな、こう予約がある程度こう、徐々に入ってきてね、気持ちがこう切れたんでしょうね。それまでこう緊張してた部分っていうのが、それでおそらくそういう症状が突然起こったんじゃないかなというふうには思います。まあその話はね、その脳外科の先生に言ったらばね、ああ、それはあり得るなというふうには言われましたけど、そういう感じでね、起こりました。もうね、もう頭は割れそう。右目は開かない。吐き気はする。もうどうしていいかわかんないというふうに、もう立ってもいられない、うずくまるしかないというような感じでね、もう本当に自分の体どうなるんだろうというふうな感じだったんですけど、まあまあ、幸いですね、まあ、回復はしたのでね、で次の日の朝、に、時間ちょっと前に、来いと、脳の CT1 回取ろうと、ね、のためということで、実はね、診察時間前だったんですけどね、先生が来いということで、行って、脳の CT を取って、で、診察を受けて、まあ大丈夫そうだなということで、そのままここに戻ってきて、仕事をしたというようなね、経験があります。なのでね、その極度のストレスだったり過労だったりっていうのは、これ体にとってプラスになることっていうのはありません。ストレスはですね、適度であれば健康上これ非常にいいというふうに言われてるんですけども、あまりにも過度になったりとか、ストレスを持続的に少しずつこう溜め込んでいって、それを発散する間もなくずっと溜め込み続けるとですね、そういう症状が起こったりしますので、これはね、皆さんやっぱり注意をしていただきたいのと、ストレスとのそのうまい付き合い方ですよね。ここをですね、やっぱりね、これ考えていかなければいけないと、永遠のテーマとよく言われたりもしますけども、先ほどね、その自律神経失調のところでもお話ししましたけども、自分が没頭できる何かをこう探してもらうと。で、例えば、初日はそこに没頭する時間が10分しか取れませんでしたよと。でも次の日になったら、じゃあ12分、2分伸ばしましょうと。で、3日目になったら15分にしてみましょうというふうに、少しずつ長く取っていくことで、これ毎日だとね、ちょっと厳しいかもしれないですけど、毎週何曜日と何曜日はこれやろうというふうに決めてですね、自分の好きなことですからね、それをね、どんどんこうやって、それに費やす時間を長く取っていただきたいなと。それによってですね、うまくね、こうストレスとも、付き合っていけると思います。で、自分が好きなことっていうのはこれ人によっても違いますから、ね、間違ってもですよ。いろんなものをこう見てね、調べて、いやー、これどうしようか、自分こういう症状だったらどうしようかという悩んで、それでストレスを溜めないようにしてくださいね。これさっきも言いましたけど、そういうのって意外と良くないですから、それよりも何かこう、楽しめるものをね、探した方が、いいと思います。私はそのようにやって、今もね、この、まあ、カメラでね、写真撮ったりとか、あと県内のね、動画撮影してね、こう YouTube に出したりとか、そういうふうにね、こう、綺麗な景色を見に行って、写真とか動画を撮って、で、ご当地のもの、例えばね、岩手であれば沿岸三陸に行ったらば海鮮ラーメン食べたりとかですよ、海鮮丼食べたりとか、山に行ったらば山の幸を食べたりとかね、渓流魚、鮎の塩焼き食べに行ったりとかね、そういうふうなこう贅沢な時間を過ごして、いるので、今はいいのかなというふうには思ってるので、その辺をね、ちょっとこう考えて、うまく、日常生活を送っていただきたいなというふうに思います。はい。ということで、今回は6項目についてお話ししました。で、実際この6項目は、最初にも言った通りですね、私も実際経験者で、非常にこう、悩まされて辛い時期を過ごしてきた、症状です。で、この他に、まあ、格闘技してましたからね、例えば人体切ったとかね、どこだなんか腱の炎症を起こしたとかね、筋肉損傷したとか、いろんなその怪我、外傷も含めるとですね、この6項目以上あるんですけども、今回はこの外傷ではなくて、あくまでも、体調不良、そこに関してのお話をさせていただきました。もしですね、同じ症状で、悩んでる方いたらばですね、まあ、大した参考にはならないかもしれないですけども、参考にできるところはですよ、していただいて、自分なりに、じゃあ、こうだったらこういうふうにしてみるのもいいのかなと思ったらばですね、ぜひどんどんやってみていただきたいと。で、やったことがないことがもしかしたら改善につながる可能性っていうのもこれ十分ありますから、いろんな症状ですよ、ありますので、そこをね、ぜひお試しいただければなというふうに思います。はい。ということで、今回の動画、いかがだったでしょうか。ためになったなと思った場合には、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回また別な動画でお会いしましょう。佐々木調整整体院長の佐々木でした。